はい。ダイワピアラブです。コマの会長は、ガラスを割られました。という配信で、やり返すつもりはない。ということを語っていました。コマの会長が、 明らかに戦意喪失していることが分かりました。前日の駒野会長のインスタのストーリーでは村田会や平田さんに戦布告の 投稿をしていたので、非常に残念でしたね。駒の会長は、宣戦布告をしたのだから、YouTube でガラスを割られました。こんなことは、もうやめましょう。の配信をするのは、 矛盾していると思います。前日のインスタの投稿通り、コマの会長は、村田会に返しをするべきだと思います。返しをしなければ、 村田会テキサス、平田本部長の勝ちですね。ご視聴いただきありがとうございました。